西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今日もですね、今週も結構メールをいただいてましてですね、いくつか同じようなのがあったんですけれども、今回はジンさん、男性で30代、お問い合わせはですね、安倍総理は先日私の第三の世は日本経済の悪魔を倒すと発言し、西田先生を悪魔呼ばわりしていました。ここまで言われて安倍総理を支える意味があるのですが、西田先生は自民党を離党し次世代の党に移るべきではないですか、ということなんですけれども、私は別に悪魔と呼ばれたつもりはないんですけれども、ただですね、この方がおっしゃっているように、最近の安倍総理のですね、経済政策は、かなり私から言いますと、悪魔に魂を売ってしまってるんじゃないかと、逆にですね、そう思える節があるわけなんです。で、私は先日京都に帰りましてですね、税理士の私の講演会に参加をしてですね、講演をしてきたんですけれども、その時に会う税理士の先生からですね、この前京都で、税理士の会がですね、竹中平蔵さんを呼んだと。で、先生来てませんでしたねって言うから、もちろんそんな竹中平蔵なんて聞く必要ないと、誰が呼んだんですかという話をしてたんですが、その中でですね、お話聞いてると、要するに、竹中さんがこう言ったというんですね、安倍さんと小泉さんとはですね、原子力政策が違う以外は全く考え方同じなんですよと、規制緩和やっていこうとしてるんですよと、だから皆さん応援してくださいと、こういう話で、その前にですね、実は私は、その税理士の試験をですね、3科目受かってるんですと、5科目受からなきゃ税理士にならないんですけれども、若い時に銀行に勤めてる時にですね、その3科目受かってるんですという話で、税理士の先生方もですね、随分舞い上がる人が多くてですね、そうか、竹中さんも税理士の勉強してたのかというので、非常に好意的にですね、竹中さんの話を私に伝えてくれた方がいたんですけれども、私は本当に何を言ってるのかと税理士の先生方にも、ちょっと失望したんですけれども、要はですね、今日お話したいのは、この経済の悪魔、日本経済の悪魔を倒す、それはいいんです。で、悪魔を倒していただいて、日本を良くしていただきたいんですけれども、何がつまり悪魔、悪い経済を悪くしてきたのかということの整理をしてこないとですね、悪魔と神様をですね、間違ってですね、神様を殺してしまうとですよ、この悪魔の収まる世の中になるんですよね。で、安倍総理の今一番ちょっと私が心配しているのはまさにそこのところなんです。神は何かといえばですね、悪魔が何かということが分からなきゃならないんですけれども、日本経済何が原因で悪くなったかといえば、1にも2にもデフレだったと。じゃあデフレは何でなったのかというとですね、これは供給と需要と供給があった時にですね、供給力部門の話ばっかりをしてですね、供給サイド、サプライサイドと言ってますけれども、供給をどん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 増やしていけばですね、当然需要が増えて経済は大きくなるんだと、という、サプライサイドの経済学、これが新自由主義の経済学なんですけれども、これは20年間ずっと流行ってきたんですね。ところが実際はそうじゃなくて、需要がなければ物を買わないわけですよね。所得がなければ消費もできないと。つまりそのサプライサイドではなくて、ディマンドサイド、需要サイドなんですね。需要を起こしていくことがこのデフレからの脱却で、逆に言えば需要を少なくしてしまったことがですね、これがデフレになったんだと。で、そこで我々が安倍総理にずっと進言してきたのは、需要を増やすためにはまず公共事業など予算措置をする必要がありますよと。そしてそのお金は、当面はですね、増税じゃなくても日本銀行が国債を買うことによってですね、十分市場の中で国債をこの吐いてですね、財源とすることができるので、国債によって得たお金によってどんどん予算を作っていきましょうと。で、これが1本目2本目の矢なんですよね。そしてそれによって3本目の矢として、民間需要がですね、増えてくればこれいい方の循環にしていきますと、こういうことだったんですが、問題は3本目の矢であるですね、民間経済がなかなかしかしうまく大きくなっていかない。で、そこのところをどう考えるかということなんですね。で、そこで私たちがずっと説明してきたのは、昔は1本目2本目をきっちりやれば3本目は自動的にうまく回ってくるんですよ。と言いますのは、お金が国内で循環してるんですから、そのお金によって、得た
利益でですね、次々新しい投資を国内、また新しい消費をしていただければいいと、こういうことだったんですね。で、確かにその一面はあります。で、国内の経済の中でも一番大きな部門はですね、個人消費の部門であります。個人消費の部門を増やすためには何をすればいいかと、これは先ほどのデマンドサイドの話を言っても分かりますように、結局は個人の消費や投資を増やすためにはですね、これは個人の所得を増やすことが大事なんですね。で、そこで安倍総理は個人の所得を増やすと、ということで給料を上げていただきたいと、給料を上げたら企業を優遇していこうと、まあ、こういう政策も取ってきた。で、これは良かったわけですよ。で、つまり個人の消費の分を上げてくるということはいいことです。で、しかし今一番困っている第三の矢の問題はですね、そこまで正しいんだけれども、民間企業の話なんですね。民間企業がどうやったらじゃあ国内でお金を使うかと。ところがこれは民間企業はですね、減税しようが何しようが基本的に国内でお金は使わないんです。なんで使わないのかと、それは海外の方が需要が大きいからなんですね。つまり先ほどから言ってますように、投資とか消費というのは需要のあるところで使われるわけですよ。で、需要不足というのが日本のデフレ一番大きな問題だったと。で、それは民間企業の対にしていくとですね、民間企業の需要はですね、投資先は民間需要の売り先が海外の方が人口多いですから、そちらの方にどんどん行っちゃうと。だから民間頼みでやっちゃうと、残念ながら国内の経済は良くならないということをやっぱりしっかり理解しておかなければ私はならないと思うんですね。だからこそ民間経済の部門でない公共部門でお金を継ぎ足していくことが大事だと私申し上げてきたわけなんですね。で、ところがそこのところがどうもですね、最後、まあ、ボタンのかけ違いなのか、まあ、誰がこの指南しているのか、まあ、指南している方がですね、先ほどの竹中さんはじめですね、まあ、完全に、そういう新自由主義経済でですね、20年間誤った経済の政策を提言してきた方がですね、まだおられますから、おかしなことになっているんです。で、問題は要するに竹中さんたちが言ってる経済はね、確かに企業大きくなるように見えるんですよ。企業業績としては良くなってるんです。で、小泉さんの時代も安倍総理の時代もですね、グローバルからすればしていくほど企業の業績としては、売上としては、従業員規模としてはどんどん大きくなっていってます。しかし問題は日本国内にその分のこの投資や、また雇用や、また税の収入がですね、還元されていっているかというと、全く逆の答えになっているんですね。つまり企業は大きくなったけれども、税も雇用も国内に戻ってこなかったと。で、このことをやっぱりしっかり理解していただかなくちゃ私は困ると思うんですね。安倍総理に申し上げたいのは、まさに企業が大きくなったからといって国内の経済が良くなるとは限らない。むしろこのグローバル時代にはですね、企業の大きくなればなるほど国内の需要が外部に行ってしまっているというね、このことをぜひご理解いただきたいし、我々もそのためにですね、これからも、まあ、国会も今閉まってますけれども、党の中の議論、それから国会始まったら国会の議論、そしてですね、こういうビデオレターなどを通じて、まあ、国民に説得をし、総理にそういう声が届くようにしていきたいと思っています。まあ、そういうことで、まあ、決して私は悪魔ではなくてですね、まあ、神様とは言いませんけれども、本当の意味での悪魔を倒すためにですね、我々はしっかり戦っていかなければならないということを申し上げました。今日もありがとうございました。